わこ久々の天外通。はい、PC エンジンミニ630枠目、天外マキオ2、まんじまる82枠目。よしべえさん、さんこめさん、ノーコンキドさん、3年 B 組、ドンパチ先生さん、黒金さん、あら、違う。わこわこ。違うよ。ネクロマンタじゃないの。ドンパチ先生さん、黒金さん、七コメさん、クラスおじさん、11コメさん、5コメさんいらっしゃい。10万個くらいでしょ。パウさん、おじさん、3年 B 組、ドンパチ先生さん、リグザさん、ありがとうございます。10万個さん、18コメさん、19、コメさん、アランプロソさんいらっしゃい。はい、どこまで行ったんだっけ。ラコ森さんが一番最初。和国戦在魔境です。22個目最初になるところだった。早く下品な枠になるところだった。うん、どこですかここ。あ、なんか洞窟行くんだね。洞窟ね、鬼のね、鬼の洞窟にね。ちょっと手旗信号とかを。空みんなで赤戸大門さんいらっしゃい。猫さんがりです。黒金さん、涙さんがりです。ワクオスです。早健さんいらっしゃい。ここに入り口があるんだ。あの、おう、ワコチン道中サンジさんいらっしゃい。鬼に会うんだよね。会ったんだっけ。やってないんだよね。白橋堂来た覚えがないな。宝箱あるの。フォーが7個ある。壁の文字を調べた。肌触りの違う場所を見つけた。その部分を力を込めて押した。お前来た。横横さんいらっしゃい。モズコさん、カズサトシキさん、ドロジさんがあれです。スーザーさんいらっしゃい。おう、ちょっと、うわぁ、この枠であれが見れるのかな。トーリイガさんがあれです。お、あ、そうだ、おきぬちゃんがいなくなってるんだ。じゃあマジで回復しよう。こう言っておきぬちゃんがいない。おきぬちゃんがいないよ。おきぬちゃんがなんで肌触りなんだろう。うん、通り肌触りがいいんでしょうね。うん、一人どうしても凍らないやつがいる。静か乱れ切り。そうだった、すっかり忘れてた。突進じゃ。ご縁突進使うのもったいないよ。突進じゃ。ほら、ほら。あーっと。ないままの方が良くないですかね。この場合だし。いやいやいや、静か。乱れ切り。よいしょ、け。あー、け。顔消しにそう。いかんな、これは。ありがとうございます。よいしょ。トーリュー、こうだ。静か乱れ切り。いやいや、おきぬちゃんいないと大変だよ。和骨です。48個目されちゃい。あ、おきぬちゃんがあれ持ってたじゃん、骨の剣を。あー、おきぬちゃんの骨の剣ちょっとあれだね、持ってこよう。技回復ができない。あれ、まあ七福の玉お金がかかるし、ここら辺はちょっと敵が強すぎるで。おきぬちゃん戦わないっていうより殴らないだけだからね。もともと青だからちょっとあんまり凍ったのが分かりにくいね。どうぞ来い。
ほら。和骨です。楓さんいらっしゃい。あら。今週はお休みですか？そうですね、今週は休みとおりました。あれ、おきぬちゃんは？おきぬちゃんね、ゆっくりせいようしてください。お母さんが、ゆっくりせいようなさってください。はい、だからちょっと配信はしようぜ、起きるからあんまりずっと長くやってると腹に響くからと思って。あれでもいい。ブギャブギャブブブ。熱い熱い熱い。ひどい。わお。あ、ボロムで移動するようだね。彼女に多分おきぬちゃんだから入れてるよね。あれ？あれ？おきぬちゃん？ですよね。まさかブレイクイン配信とかしたりしませんよね。しないしないしない。あれ？おきぬちゃん、武具とかは預けてくれ、巻物だけなの？ひょっとして。持ったまま行っちゃった。持ったまま行くの？あら、巻物だけ？ひょっとして。え、まさか。あら、巻物だけなんだ。おきぬちゃん、武具もかー、武具置いとってよって私だって移動するのに武器いるなよ。おきぬちゃん、武器使わないんじゃないの？私は一人の時は使ってんのよ、まったく。ああ、あー、じゃあきついなぁ。七福の玉買い込んでくるか。買い込んでくるか。もうお金使うこともないだろうしね。なんてこったー。でもまあ無防備で敵陣に行くわけないか。行くわけないね、これはね。でも若狭村に行こう。若狭村に。若狭村どこだっけ。若狭村岩見だった。金のないやつは俺んとこ来い。イヤミじゃないね、はい、若狭村がいいと間違えるんだよね。稲葉か、稲葉ですね。巻物は置いていったのに。ということは武具さえあれば。よしよし、武具さえあればいらないってことだね。沖野ちゃん強いから。多分一人で移動してるときは鬼になってると思うよこのゲーム内ではお母さんをね、偽物のお母さんが出てきたときに初めて、私が買ってもらったものなのになんで渡さなければならないの精神ですね。鬼に覚醒したことになってるけど、おけるじゃん。一人で歩いてるときは多分鬼に覚醒しながら行ってると思う。エビリンさんがあれです。エビリンさんは私が買ってもらってもらったのに、私のものよ。玉をちょっと、玉をいっぱい買いましょう。ちょっと、ラコツサークルクラッシャーがいなくなってる。65個目されちゃい。まあおきぬちゃんがいないと、もう3人もね平和でしょうね、おそらくね。全部買っちゃおうか。よし、オッケー。七福の玉絶好調。
マイスト枠もいないから変に発情することもないし、そうだね、歯だけですね、心配なのは。この洞窟の大群は和骨です。タカさん、いらっしゃい。タイボーの影武者さんがあれです。ブギャブギャッパ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 ッ。わお、うわー、塩の目製薬トービュー来たね。ダメだ、おいおい、おつむ、キャー怖い、これダメだ、殴った方がええよ。いや、殴っても一撃じゃないのか。あー、ちばあいた、あいた、あい、死ぬ死ぬ、これこんなにばっきり死ぬわ。大丈夫か。あー、わら、逃げた、あぶねえ。極楽63、ひどいひどい、パチパチパチ、どまりそう。トモさん、あれです。オープン、お、宝箱発見、160両。本当にこいつら火の勇者ですか？勇者です。もちろんだ、もちろんだ。猫じゃらしさんね、ドデフさん、ありがとうございます。バーソさん、ありがとうございます。和骨です、お待ちしておりました。いらない、よし、はい、トーンさん、ありがとうございます。ギリギリの海のレベルデザイン、わら、よし、呪い、おう、ギリギリだ、おっと、負けガラスが強いんだ、こい、あー、いったいったいった、じゃあじゃあ死ぬ、チーン、負けガラスが強いわ。まあ、歌舞伎だからいいか。マジマル63段、歌舞伎も63段、助かった、危ない危ない、まあ歌舞伎だし、歌舞伎だし、よかったって。おいおい、おめが、俺がいないとここはきついぜ。あ、なんか見なぎったな、わらわら、痛い痛いって、歌舞伎生き返った、わら、ちょうどよかったね、計算したかのように、うわぁ、有明でも使うかも、残るにはちょっと、おきぬちゃん、ちょっと、おきぬちゃんに占った血を見てんじゃないこれ。最後の最後までギリギリの絶妙なスリルなレベル調整具合ですよね。ねえ、本当だよ。もうだれることがないよね。途中ね、ちょっとね。謎の青い顔の想像さんがあるようです。言葉が全く似合わないゲーム、わら、わお、あれ、明けガラスはちょっと熱い、熱い、熱い、しかも軽く、わお、熱い、熱い、熱い、わお、凍らせよ、凍らせよ、静か乱れ切り、突じゃ、タイボーマークさんがあれです。わお、何も余裕なさすぎて時々普通の雑魚戦で心折れる。あー、まあエンカウント率を抑える結論はありましたよね。あれを使うでしょうね、普通の人はね。ここら辺はきついからね。あっ、あっ、
暑い。広いなここは。エンカウントリーとはここはそうでも、お、この色が違う。お、なんだあれは、なんだあれは、あら、あ、起きるぞマンジマル。ちょっと起きるよ、骨の剣、骨の剣、骨の剣、私今使ってるからダメ。ちょ、使ってないだろ今、なんかデロリンに後ついてってんじゃないかよ。デロリンがいるから、おきんちゃん武器いらないよね。ダメ。おい、ちょっとほら、これ待て。その船、俺たちも乗せてくれよ。ダメ、この船3人用。くそ。いいから武器投げて。マジマル、七福の玉買ったって聞いたわよ。私の分は？お前はスネ夫かよ。ベルはいらない。あ、いらない、いらない。極楽がいなければ乗れたかもな。お、なにこれ、紅花の小塚、骨の剣が、これはあれだよね、おきぬちゃん用みたいな。骨の剣をおきぬちゃん持たせてたからな。お、でもでもここに何が、あやき城。マンチマル様でいらっしゃいますね。あやき城へよくおいでになりました。役位城から連絡を受けております。あや姫様と絹様はすでに白銀城に連れ込まれたとの情報もございます。とにかく城の中へどうぞ。さっき言ってました。潜水艦乗ってたよ。おっと、宝箱発見。おい、いっぱいあるじゃん。血の霊薬いらない。お、後陣の兜、これはいる。後陣の、待って、誰が装備できるの。あ、極楽のみじゃない、これ。極楽の装備じゃない、わしの装備じゃ。おー、わしのここもゴマがあった。鬼のかな、これ極楽だろうね、多分ね。わしの装備じゃ。極楽は金がかからんでいいな。わしの、あー、金だらいで十分そうですね。手飛ばし子で十分だった。鬼の金棒弱いな。極楽、なかなか装備買ってもらえないからね。めっちゃ似合う、わら。わしはいつも装備が、極楽の装備さ、あの、何が上がるかとかわかんないからさ、あんまり買えないんだよな。ミニガのセーブ機能があるじゃないか、それ使えばいいじゃないか。セーブするのもさ、めんどくさいしさ。セーブするのめんどくさがって、どうするんだよ、全く。わらわら、今思えば、我が大山を襲ったのは、間違いなく根の一族。その中に白金城の城主、百貫丸もいた。あの者は凶暴を絵に描いたような男。しかし、今の皆様の力ならば、おそらく奴を倒せるでしょう。ただ気がかりは、根が、我が大山を襲ったとき、その百貫丸の上に女の将軍が控えていたこと。確か奴らはその助をこう呼んでいた。その助の名は、吹雪御前。なるほど。うんなり蹴ったりだよ、おっと。仲間とも話していたんだが、あの夜、俺たちのふるさと大山を攻めやがったのは根の一族だよ。それも秋の国に出現した根の城の連中さ。なんで今まで気づかなかったのか不思議だよ。百貫丸ってやつが沖込み隊長で、全体の指揮は別のやつだった。そう、吹雪御前っていう女だよ。ん、ぶぶ漬けじゃない、吹雪、吹雪、吹雪いてる。現在だと大体雑魚扱いになる氷。火の勇者の万事丸様とお見受けいたします。私めこの綾木城を預かるカインと申す者でございます。あれ、こんな通路の途中でいいんですか。はい、役位城の裏より事情は聞きました。渡したい品がござるのですが、道具袋がいっぱいのようですね。あー、すまん。道具に入れるの。あー、吉備の倉敷村に鬼族に伝わる宝物が保管されているはずです。カイン様がその鍵をお持ちです。
何か役立つものがございますれば何なりとお持ちくださりませ。はい、若干丸最高美に吉備国の西に火馬人の村と聖剣の一本を作ったと言われる神殿があると聞き及んでおります。7本目の暗黒ランを切り、世の中が平和になったら何かの折に足を運ばれてはいかがですか。はい、ちょっとだけレベル上げて使うカードじゃないかな、ね、ちょっと使いますかね。いやもったいないから。白銀城の周囲は氷に閉ざされ、城内に入る術がございませぬ。ただ報告では根の一族は白銀城の南の海上より城へ入っていくらしいのですが、詳細は分かりかねます。なるほど、滑っていくんだね。お、行員の朝、何朝靴、歌舞伎なんていうのこれ。行員の朝靴でいいんだね。あ、万事専用だ、万事、俺専用だ。あれでも名前が60だ、こっちの方がいいね、行員だからね。はい、行員しましょう。しょうがねえな、道具袋開けてくればいいんだろうかね、なんて手にでも持っておけよう。オッケー、ちょっとね、本当に鍵なんか本当に道具袋の中に入れるのでも犯人は坂道よ、いいのにね。よし、行員の坂道は怖い。あ、あそこになんかバカバカある。鍵 50kg です。ここでブックマークされてんのかな。もうご覧になったと思いますが、最後の暗黒ランは底なしと恐れられる秋吉堂に咲いております。おそらく秋吉堂の中には根の一族が必死の構えで待ち受けているでしょう。戦いは避けられぬことです。ですからなおのこと絹様のお力が必要なはず。どうか綾姫様と絹様を悪魔の手から取り戻してくだされ。はい、三角の玉いらない、麦しいらない、いらない、はい、あ、麦100だね。50キロの鍵なんて入れたら道具袋穴開くか引きずるしかないな。あ、でも珍しく100だったね。だいたい1なの、ね、ここさすがブックマークされてないよね。あ、されてんじゃん。あ、よかったよかった、じゃあ帰ろう。よかったよかった。でちょっと預けますかね。されてんじゃん、されてんじゃん。じゃあ1個あげる、はい、間違えた。アギブラにまた飛んできちゃった。よし、どうも。アドの鍵、吉備の倉敷村の倉敷村の蔵の一つがこの鍵で開く。圧何かお役に立つものがあれば幸いでございます。はい、アドの鍵を手に入れた。倉敷村の鬼毒の蔵の中身は千年前根の一族より我が先祖が盗み出したものが入っているそうです。何があるのかな。なるほど、盗み出した。微妙にろくなのなさそう。たとえね、悪い奴からであってもね、自分が犯罪したらね、それは自分が悪人になったと同じことなんですよ。いいですか。なんか怒ってたね。相棒の再放送やってたんだけど、また右京さんがどうしたんですか。わら、思い出しちゃった。恥じみなさい。平日に右京さんが、右京さん、警察官がなんか悪いことしてるね。闇上がりでもこのテンション、わら、それ今までの神殿の宝物漁ってきた自分に言うべき言葉では。我々警察はね、正義を守るんですよ、正義を守るんですよ。自分の組織を守るためにやってるんじゃありませんよって怒ってた。警察は正義を守るために存在してるんですよ。組織を守るために存在してるのではないですよ。
よし、じゃあ、感情的笑いこう。よし。4時からはね、相棒の再放送やってたから。それを見て、1時間は潰れた。ブシャーとね。よし。これもいらないね。これは、おきぬちゃんが着るのかな。これと。よし。よし。何があるんだっけ、なんか、まだ動画後けとかな。後から言って思うんだな。何か倉庫に行く前に、預かり所に預けてと。ちょっと、開けとくか。1個ずつ。3個開けとけばいいだろう。何が入ってるんだっけ？よし。明日の昼とか配信ありますかね？明日はね、ないと思いますね。ま、やりたくなったらやるかもしれないけど。よし、鬼のクラはどれかな。無理なさらないで、わら。ありがとうございます。ん、どっちかな、こっち鍵を、よし、出た、アゾの鍵を。ん、握りしめた。とりあえず待機しておかないと。鶴姫くらいだ、これ。しばらくは安静にしとかないとですね。どうだ、もうまあ、握りしめただね。とりあえずはまあ、久しぶりにビクトリーランみたいね。そうね。ビクトリーラン。よし。あとの鍵が壊れてしまった。ボロいな。お、3つもあるぞ。青葉の笛。待機はしてます。青葉の笛を手に入れた。してんの、お、これはなんか極楽っぽいな。ボロボロだったかな。ウリュウの巻物。あ、巻物もこれがない。パチパチパチ。ウリュウで。あららら、ら、山ほどある。山ほどあるけど、ここ後から所がないんだよね。まあ、ウリュウ使わないよね、どうせ。おい、俺の巻物だぞ。みっちり。ウリュウって使った記憶はないけど、ここ後から所がないのね、蔵があるけどね。蔵があるのに後から所がない。カメさん呼べるんだよね、確かね。あっとっと。わお、燃え頭、うわー。あーて、あーて。うわー、ちょっと。トウリュウ。燃えてるのに壊れないのかよ。これはあるけど預かりません。うぅ。あれ。あー、ちょっと、仲間呼んだね。あつ。ダメだこれ、通りダメだ。普通に切った方が早いよ。あやで。あう。おら。おうおうおう。まだ燃えてるぞ。まだ燃えてるぞ。うー、広い目にあった。カメさんに乗って、いらっしゃい、一泊24秒だ、資格だ、記録だな。おっと、じゃあ明後日はカメに乗ってねー、竜宮城行くんだっけ、どっか行く。おつでした。はい、おつでした。ご視聴ありがとうございました。PC エンジンミニ版天元魔教2まんじまるは、毎週カーモクやってます。また明後日。おつでした。おつでした。おつでした。おつです。あ、そうか、広島に行かないといけないな。秋の国だね。秋の、はい。おつでした。秋の国行ってから。おつでした。はい。1月もお疲れ様です。はい、ありがとうございました。もう明日は、明日から2月。はい、おやすみなさい。おつでした。また来月お会いしましょう。また来月お会いいたしましょう。あ、地図でセーブしとこう。おつでした。はい、おつでした。